皆さんこんにちは。今日は10月上旬から収穫が始まっている青森市産のぶどうについてご紹介したいと思います。こちらの園地では人気が高いシャインマスカットを栽培されていて、今回特別にハウスの方へお邪魔させていただきました。見てください、シャインマスカットです。こちら素晴らしいですね。もうツヤツヤです。ピッカピカ、玉もこう大きくてね、すごい美味しそうですよ。素晴らしい。はい、ではこちらが園主の佐藤良一さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱりこうシャインマスカットっていうと相当こう甘いっていうイメージがあるんですけど、糖度っていうのはこうどんな感じなんでしょうか。糖度を一応市場に出した場合は18度以上、はい、18度市場から言われてます、ね、はい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 、いろんな、そういうスーパーとこう食べ比べでさ、はい、18度以上じゃないと口でこう分かるようになったのを買っていただければいいんですけどね。そうですよね、やっぱりこう作る人によって、ね、全然違うっていう。で、佐藤さんはもう18度以上で出せてらっしゃる、はい、あ、なるほど。お、すごい、あ、ちょっといいじゃん。おお、はい、ありがとうございます。上の方が美味しいですか。上の方が美味しい、はい、肩の方。甘っ、すごい甘いですね。これで糖度が18度ってなんですか。今測ってみますか。あ、はい、おそらく18、20。いや、すごい甘い。あ、でもそうですね、18ぐらいですかね、はい、相当甘いですね。あ、ありがとうございます、うん、すごい。ちょっともう一個いただきます、はい、これはちょっと止まんないですね。美味しい、最高です。すごい美味しかったです、ありがとうございます。いい、これぜひちょっとこう買わせていただきたいんですけれども、佐藤さんのブドウってどこに行ったら買えますでしょうか。直売所が2カ所あるんですけど、はい、いろいろ市内にね、あの直売所ありますけども、うん、私は2カ所に、はい、2カ所あの出してみてください。あ、なるほど、じゃあもう直売所に行けば、はい、この佐藤さんの美味しいブドウが買えるってことですね、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもぜひ今が旬の青森市産のぶどう、ぜひ食べてみてください。それでは今回はこの辺で、さようなら。どうも、食べてください。